トールスです。先月、発表させてもらったんだけど、改めて報告です。この度、ゴスペラーズさんと同じステージで歌わせていただくことになりました。ライブ、の正式なタイトルが、ワボックプレゼンツ、災害ボランティア支援ゴスペラーズアカペラコンサートという、毎年ワボックさんという早稲田大学の、ボランティア団体が主催している、ライブですね、出演させてもらうことになりました。自分が組んでる、ラビットキャットというアカペラグループで出るんだけど、ゴスペラーズさんと、トライトーンさんというプロのアカペラグループとラビットキャットでライブやります。ゴスペラーズ主催で、ラビットキャットゲスト出演という形でね、出演させてもらうことになっております。マジでとんでもないことになったね。やばいですね。やばいよ、普通に考えてやばいでしょ。なぜ今回そのゲストとしてラビットキャットがゴスペラーズさんのイベントに出ることになったんですか？いや、それよね、これはね、もうご好意だと俺は勝手に思ってます本当のところは知らないよ。ゴスペラーズさんの事務所の、スタッフの方から、電話がかかってきて、どうしてですか、今大丈夫ですか、実は12月19日に、こういうイベントやるんですが、よろしければ出演していただけませんかって電話が来て、うわ、でその時ちょうどメンバー全員といたんです。出させてくださいって、メンバーに確認するんだよって、でメンバーに、ちょっとこういうお話いただいてどうって言ったら、メンバーになって、ぜひ出させてくださいって。でそもそもなんでその俺らに目をつけていただいて声をかけてもらったかっていうと、おそらく自分が過去にゴスペラーズさんに楽曲提供させてもらったことがあって、まあ、それをきっかけに、すごい可愛がってもらっていて、まあ、そのつながりでっていう話だと俺は思った。逆に言うとそれ以外に別に俺ら実績があるわけじゃないし、ライブでなんか何1000人呼んだとか、だから集客力も分かんないし、ライブステージもきっと見たことないだろうし、有観客でまだライブしたことないからね、で何のその実績もまあないわけじゃん、うん、に声をかけてくれたのはきっとそういうことなんだろうなということで、まあ、ちゃんとその行為というかご期待に応えられるようにということで今必死こいて練習してます。ちなみに今回のそのゴスペラーズさんのイベントなんですけど、うん、どういったテーマのイベントなんですか？これはね、チャリティーコンサートになっていて、その今回のライブでの収益は、全て、ボランティア団体さんに寄付されるということになっております。でこれね、2010年かな、とにかくもう10年以上続いてるイベントで、アカペラだけでやるコンサートになってます。じゃあもう招待された選ばれしグループしか出られないイベントってことですか？そういうことになるんです。わかんないけど、いや、もう本当に光栄すぎる、ね、普通に考えてやばすぎる。やばいですね。俺が学生時代にもう俺は中学生ぐらいから聞いてたわけだから、ゴスペラーズさんの曲を、ね、普通に日本市民に普通にいい曲だなって聞いてるアーティストさんともう同じステージに立っていたっていうのはすごいことだよね。本当アカペラやってていいかなって思って自分なりに一生懸命頑張ってきてよかった。もちろん俺一人の成果ではなんかね、いろんな人の力があって今があるんだけど、ね、本当に嬉しいというか身に余る光栄なので、12月19日に向けてね、毎日そのことが頭から離れないという状況になっております。今回のイベントは、うん、有観客、無観客、どうなってますか？無観客の配信のみのライブですね。コロナに配慮してね。なるほど。じゃあ直接は聞けないけども、うん、配信でリアルタイムで視聴できると。そういうことになっております。なるほど、めちゃくちゃ楽しみですね。ね、そのラビットキャットのこれまでのステージで、9月25日にオンラインで配信されたのが1回目で、今回2回目になるから。2回目でゴスペラーズさんともうやばいなそうなんだよ、まあ、すごいありがたい話だよね。だからね、ラビットキャットって動画で見たことある方はいっぱいいらっしゃると思うけど、その名前ですね、実際に歌ってるとか見たことないと思うから、ね、9月25日見たことない人にとってこれが、まあ、初めてと言ってもいいでしょうね。動画で結構今までアカペラのカバーだったり、うん、オリジナルだったりちょいちょい出してきてるじゃないですか、ラビットキャット、うん、そういうの聞けるなって期待して行ってもいいんですかね？いいかな、どうかなで
でもね、あのファンの方が喜んでもらえる曲もできたらいいなとは思ってます。まだね、決まってないね、その何の曲を歌うかっていうのは決まってないので、楽しみにしててくださいとしか言えませんが、まあ、ちゃんとね、あのラビットキャットも応援してくれてる方が喜んでもらえるようなセットリストにはしたいなとは思ってます。ね、新しいオリジナル曲をやるのは決まっているかな。おー、これは多分言っていいでしょう。おー、新曲が聴けるわけですね。新曲来ます。それはもうラビキャファンからしたら胸熱ですね。そう、なんかしたら嬉しいところで、ぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、ご報告でした。バイバイ。